クライミングロープとは、ロープの内クライミングに使用するものを言う。以前は、ザイルと呼ばれることが多かった。登山者同士が、クライミングロープで体を結ぶことを、アンザイレンという。この時以降、両者は互いに危機を救い、行動と生命を共にする胸を誓うことを求められる。気の合った者同士、または熟達者同士であれば、たとえ相手の姿が見えなくても相手がどんな状況で、 どんな思考をしているのか理解できる。すなわちクライミングロープはただ一本の綱であるに、とどまらず、互いに意思や状況を伝える神経となる。ハイキングやトレッキングといった気楽な場合は別として、日本の山岳でも岩登り、陶器高山、滝の多い沢などでは、極めて重要な道具である。一人が滑落した場合、もう一人も引きずり落とされるのではないかとの疑念を、 解消するのが、核本技術である。補助用具が発達して用法さえ習得すれば、比較的容易に確保できるようにはなっているが、投範技術の中でも難しく、よく訓練して習熟する必要がある。氷河は少しずつ動いていて、割れ目が至るところにあり、親切で埋まってしまえば見えるものばかりではないため、氷河上で行動する際は、傾斜がない場所でも安在連するのが常識である。 四字安寺村は16世紀末にはこの必要性を説いていたが、アルプ双言時代のガイドは必ずしも氷河の上でロープを使用することを好まず、客である登山家と意見が対立した。エドワード・ウィンパーは一つには他の山案内たちから冷やかされるのを恐れているからで、あるとつまらぬ見栄のために生命を軽視する愚かさを指摘し、こんなに簡単で、そして効果の大きい、 ロープを結び合うという用心を捨てて帰り見ないということに対して私は声を大きくして反省を促したいと言っている。氷河の上だけでなく岩寮でもガイドが客との安在連を拒んだ例はかなりあったようでジョン・フレデリック・ハーディはフィンシュテラールホールンでシャモニー・モンブランの一流ガイドの一人であったオーギュスト・シモンにどう説いてもロープを使わせられなかった。 また1868年ゼェルマットからマッターホルン第2頭に際してジュリアス・エリオットは第1級のガイドだったペーター・クヌーベルを雇ったがクヌーベルはロープを持っていたにもかかわらずどうしても結ぼうとしなかったというエリオットは1869年シュレック・ホルンでもガイドにアンザイデンを拒否されて墜落死亡することになった現在アンザインは二人一組が原則であり これが標準的な編成として定着している。これを最初に主張したのはアルバート・フレデリック・ママリーであった。現在の確保技術では3人でも危険ではないが、登範の時間が大幅に長くなってしまう。しかし当時の保守派登山家であったウィリアム・マシューズ、レズリー・スティーブンらは、1登山者1案内者の組み合わせでも危険であると主張したこともあり、シーウィルスンに至っては、 ザイルの人数は何人であっても構わないが、二人というのだけは絶対に良くないと明らかにマ、まあ、マリーに反対するために反対した。一人が動く時にはもう一人は確保するのが原則である。これを各自当犯または維持当犯という。よほど容易な場所なら二人同時に移動することもあり、これを同時当犯という。これは以前は連続当犯と言われていた。が、 むしろ各自投範より慎重に行動する必要がある。実際には時間節約のため同時投範で行動する場合もままあるが、この場合相手が滑落した時とっさに確保体制に入り確実に止められるという保証がなければならない。この場合はロープを50ほどループにして持ち、相手が滑落したら、このループの中にピッケルを通し説明に刺して止める。オラスベネディクト・ド・ソシュールは、 モンブラン初登頂に賞金を出し、その後自ら登り1787年8月3日に第3等を果たしたが、この時ロープを持ち込んでいた。プラシダス・アスペシャは1792年、オーバーアルプシュトックの登山にアルペンストックのたロープも、傾向したと記録されている。ダグラス・フレッシュ・フィールドは、コーカサスやヒマラヤ山脈探検に大きな功績を残した人物であるが、 ベルニナ3軍で、たまたまガイドなしで登山した際に、ロープに体を締め付けられて負傷した。同行者が調べてみると、ロープの結び方が間違っていた。この当時はガイドを雇って登山するのが当然で、ロープを結ぶのもガイドにさせていたことから、フレッシュフィールド自身は結び方を全然知らなかった。これは、フレッシュフィールドが英国山岳会の現職会長だった。 当時の話である。ジョン・バッキンガムが1897年に、ウィンパー、エスガイズ・アドバタイザーに出した、アルパイン・クラブ・ロープの広告1864年、英国産学会において、チャールズ・ピル・キントンを委員長として、フローレンス・クルフォード・グローブ、ヘレフォード、ブルック・ジョージら6人の会員が集められ、ピッケルとクライミング・ロープの品質向上のための委員会が発足した。 会員に対して一向に値するピッケルとクライミングロープの提出を求め、実に多種多様な機材が集まったという。これら集まった多種多様な機材を資料にテストと、口論をつばくの結果が7月5日の会合で発表され、クライミングロープでは、いわゆるアルパインクラブロープを公認し、この後長くクライミングロープの基範となった。このロープはカイト入りで、 当初バッキンガム商会が製造していた。バッキンガム商会の所在地は1920年に発行されたハロルド・レイバーンのマウンテニアリングアート端末にあるアーサー・ビールの広告にある所在地と同じであり、称号を変更したか同系列の会社であると見られている。日本で登山好きが初めて用途を知った上で本格的クライミングロープを目にしたのは 岡野金次郎であると考えられている。横浜に住んでいた岡野は1894年に長平検査で小島薄井と知り合い、お互い公主合格でなかったことから仲良くなり、以後たびたび登山を共にした。1902年に一緒に槍ヶ岳に登り、その後勤務先で梱包されている本に槍ヶ岳の写真があるのを発見し、その本の著者ウォルター・ウェストンが、 横浜在住であることを知り、手紙を出して、面会を申し込み、ウェストンの自宅を訪問し登山談義をしたが、この際今にあった、ピッケル、登山靴、リュックサックなどと共にクライミングロープを見せられ、使い方も伝授された。しかし当時の日本の登山はレベルが低く、その実情から言って、クライミングロープが必要な登山は全く行われて、おらず、 岡野の登山用具への関心はせいぜい登山靴、バックパックまでであった。加賀翔太郎は1910年にユングフラウに登り、アルプスの後方に登頂した最初の日本人となり、帰国の際ピッケル、リュックサックと共にクライミングロープを持ち帰った。しかし当時は岩登りはほとんど始まっておらず小島薄いが書いている軽技か曲芸のように考えて、 登山の邪道という観念が支配的であり、この時も注目を浴びたのはリュックサックのみであった。加賀が持ち帰ったロープのメーカーについて、初めて日本に入ったロープは、加賀市のミッチロープという記述はあるが確認されていない。この頃ヨーロッパから各種の登山用具を輸入し、登山の準備を雑誌、山岳第8年、第2号に発表するなど登山用具の 第一人者だった高野高蔵もクライミングロープは輸入しておらず、使用法は元より必要性さえ言及していない。日本に本格的にクライミングロープが登場するのは、1921年に大阪のマリア運動部店がマニラア製で生死を交えて編んだロープをミッチランガーガウバより輸入したのが最初である。また百二十一年の春にはマキアリツネが持ち帰った。 登山用具の中にアーサービール製のよりロープがあった。マキは私の山旅中で、この頃の登山縄はマニラアサ製で直径12ミリのものが多く、英国製の山岳界照明付きのものが最上とされていたと書いている。1924年工日山荘が誕生すると、早速スイスのセクリタスが製造したクライミングロープを輸入。百二十六年には、 アーサービール製の輸入も始めた。また同じ頃大阪の吉岡商店と東京の重宝店だった川口屋もセクリタスを、神戸の日本貿易もアーサービールを、そして東京のほぼ近藤合命会社がイギリスのフロスとスイスのレンツブルグアーサービールの輸入を始めた。1924年にロッククライミングクラブが結成され岩登りや、 冬季登山に白車がかかったこととこうし、ようやく日本の登山界も大きな飛躍を迎えた。マリア運動具天支配人で後日参走を起こした西岡和はクライミングロープの国産化を思い立ち、1925年足盛製成功にミッチランガーガウバ製ロープを見本として渡し、試作させたが、材質製法とも不十分であった。1926年秋、 ロッククライミングクラブが兵庫県不動岩においてこの足盛り成功所の試作品を使用して日本における最初のクライミングロープ切断事故とされる墜落切断事故を起こし足盛り成功所は製造を中止した最初の国産クライミングロープは東京成功の君島工場で生産され市場に出たのが最初とされているが時期は定かでなく ただ、日本産学海水船として、東京の運動具店に出てきたのは1931年で、あるとされている。黒田真さんは、登山術で、クライミングロープの強度試験の結果を報告し、この中に、外国製とともに、東京製工を含む、数種の国産ロープを紹介しているが、その中で、昔ながらの製法で作っている、東京小石川白山の神谷文作という名はやに、 ついて記述している。老人が薄暗い仕事場で記述と勘だけで編んでおり、登山用として作られたものでなければ、運動具店に並べられたこともなく、試験も理論もないが、東京成功や大東製朝のロープとの比較で、引っ張り試験での絶対的な強度が変わらないにも、かかわらずはるかに軽量で、登り綱としての比較強度から言って、断然優秀であるとし、 手触りについても、すべすべして、持ってもいい気持ちである、神谷製のは断然良いと称賛した。これに対し、大東野は、ご厚きはしたが、バセリンをテレビン油に溶かして油締めしたら、かなりしなやかになって、垂直懸水しても、手の痛いようなことはなくなった。東京製工野は、この点で問題ではない。はじめから、タラの木の幹のように浅の小口がチクチク出ていて、 触れるだけでも痛いとしている。1926年に、秩父の宮陽人志新郎が、ベッターホルン、マッターホルンなどに登山した際、案内役となった、マキアリツネは、アーサービールに絹製40メートルロープを特注した。クリントントマス・デントは、マウンテニアリング中、濡れると硬く弱くなる、マニラアサ製ロープと比較し、絹製ロープを濡れてもしなやかさを失わず、 強度も落ちないとされ、高価であることを除けば、最上のものであると述べている。その後国産ロープの品質も向上し普及したが、第二次世界大戦により登山を楽しむ時世では、なくなり、メーカーも製造を中止した。戦後登山が再開されると1949年に生産が始められ、輸入が望めないこともあって需要が伸びた。1952年には、ナイロン製。 クライミングロープの製造が始まり、日本山岳界のマナする遠征隊に使われるなど、マニラアサ製と並んで、次第に広まり、3本より、4本より、網と進化しつつ徐々に、マニラアサ製ロープを駆逐したが、ヨーロッパ製の色鮮やかなロープが輸入されるようになると姿を消した。1990年現在でも、日本で使用される、クライミングロープの90%以上が、 輸入品である。現代的なナイロン製、クライミングロープは伸びによって衝撃を緩和するため墜落そのものについてはマニラアサ製よりかなり強い。ただし岩に擦れる場合にはこの限りではなく、例えば墜落の衝撃でロープが刃物状になった岩角に擦り付けられれば糸も簡単に切れる。このためナイロン製、クライミングロープの利点と欠点を正しく理解し、 使用する必要がある。マッターホルム初登頂下残時の事故。ギュスターブ・ドレガ。この事故は、クライミングロープが切れて起きた、遭難の中で最も有名なものである。1865年7月14日、エドワード・ウィンパー隊は、客が、ウィンパー、チャールズ・ハドスン、フランシス・ダグラス卿ダグラス・ロバート・ハドーの4人、ガイドが、ミシェル・クロ。 ーータータオクバルターフ氏の3人計7人でマッターホルンに初登頂したこの隊は、マッターホルンの初登頂には情熱を持っていたが登山、直前に編成された即席混成パーティーであった。この登山にウィンパーは自ら最も信頼する英国山岳会公人のマニラーサ製アルパインクラブロープ100フィートを2本持参していた。しかしその他に、 手がかりや足場の乏しい難所に遭遇した時に岩に結び補助的な固定ロープとして使うために窓開閉用の太いロープを一本持ち込んでいた。ウィンパーとしては一人ずつ静かにぶら下がるだけなら十分耐えるという考えであったがガイドのタウクバルターはウィンパーの意図を知らされず安財連用に使った。 難所に差し掛かったとき人は三本のザイルで完全に一組になっており、同時に行動していた。先頭から二人目だった波動がスリップしすぐ下にいた黒の背後を突き、この二人の荷重でハドスンとダグラスが引きずり落とされた。次にいたタウクバルターは大きな衝撃を受けたものの幸い安定した場所に折とっさに岩にしがみついて確保に成功したが、 タウークバルターの前でロープは切れ、4人はマッターホルン氷がめがけ北壁を落差にして1000メートル以上滑落し死亡した。セルマットでは一時、タウークバルターが故意にロープを切ったのではないか、などという噂も流れ、政府はサモン委員会を開いて、ウィンパーとタウークバルターに審問した。日本で最初のクライミングロープ切断事故は、おそらく1926年秋。 ロッククライミングクラブが兵庫県不動岩において足盛り成功所の試作品を使用して起こした事故である。後日3層を起こした西岡和夫がクライミングロープの国産化を思い立って足盛り成功所に作らせたものであったが未だ材質製法とも不十分であり、この事故を受けて足盛り成功所は製造を中止した。ナイロン製のロープは当初強度があり、 軽量でしなやかとされたが、三重県岩了会は1955年に前、穂高岳だけ東壁でナイロンザイルが切れて死亡事故となり、社会問題化した。井上康氏はこの事件をモデルとし朝日、新聞連載小説、氷壁を書いた。ありがとうございます。